新生雷調査隊。この番組は日本の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームさんを使いまして全世界でお届けしております。生放送の参加型番組です。はい、この番組は1時間生放送でお送りさせていただいております。チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしておりますが、ぜひともこの番組はチャット参加をよろしくお願いいたします。ユーストリームさんにご登録していただきますとすぐにご参加していただけますので、ぜひとも1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、暑いですね今日。暑いじゃないですか。暑いのにこの密着度ね、密着度いいかすごいよね。すごい嫌なんだけど、隣仲良しなんだよ。仲良しなんだよ。嫌な気持ちなんだよ。嫌な気持ちなんだよ。はい。早速自己紹介いきたいと思うんですけれども、はい、私が雷調査隊隊長を務めさせていただいておりますひーママこと小川ひとみです。よろしくお願いします。お願いします。隊長、はい、雷調査隊隊員の大西ライオンこと大西隆史です。大西隆史です。隆史です。よろしくお願いします。噛み合わねえな。はい、はい、平隊員のバブルこと萌家瑞希です。よろしくお願いします。はい、そして雷調査隊顧問させていただいておりますおしんこと山本慎一です。本日も1時間笑いましょうね。よろしくお願いします。お願いします。なんか今日来るときに SNS を見てたんですけど、うん、なんか生まれたばっかりの赤ちゃんは6ヶ月未満の子は泳げるらしいんですよ。どういうこと？何もしてなくても、泳ぎを教えてなくてもプールに入れるとちゃんと息を止めて泳げるんだって。すごくない？逆に生まれてから生後半年、生後半年くらいまでの赤ちゃんは何も教えてなくてもこうプールにスッてやればちゃんと泳げる。足もバタバタするし息も止めるし別に苦しがらずに泳げるんだってっていうのを見てすげえなと思って。水中出産みたいなのありますよね最近。 ある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 。あれはどうなんですかね。お相手すぐに泳いじゃうってこと？いや、あれは泳ぎはしないよ。それはどこって、それは取りには行くけどすごいね。それは違うんじゃないかな。すごい、赤ちゃんはすごいね。いや、自分が知ってる情報は生まれて半年、まあ多分半年で、まあ、棒に捕まることがずっとできるっていうのは聞いたことある。そう、それは、でもこの握る力っていうのは、でも強いかも。力っていうか、こう握るっていうのはもうなんか最初から生まれ持ってこう、うん、握るっていう風に全く落ちないのした潜在能力みたいだよ。うん、だからずっと赤ちゃんってこう握ってるじゃん。確かに。あ、グー。そうそうそう、わかんないけどね。指とかも適当かよ。こんな汚いな。握る力ある。握れて泳げてる。すごいね。すごい。あんたすごいねしか言ってないから。あれは単に戻りたいね。戻れ。戻れ。戻ってしまえ。あの俺が一番控えさ。もういいよ。ということで、本日もちゃんと調査隊の方、ありがとうございます。ありがとうございます。お呼びさせていただきます。DTK2012 さん。こんにちは。いつにゃん。こんにちは。スリーピースさん。こんにちは。ゆいちさん。こんにちは。ということで、ゲストさんもおられます。まだまだ、ここからね、どん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 入ってきていただきたいなと思います。はい、今、ご覧になられてる方もね、うん、チャットは入ってなくて、こっそり見られてる方も。ほんと、チラ見しないでください。がっつり見てください。がっつり入っちゃってください。よろしくお願いします。はい、ということで、ほんと始まる前からね、早く始まってとか、ゆいちさんありがとうございます。いや、ありがとうございます。出るまで時間がないって。えん、あ、もしかしたら今からどっか行っちゃうのかもね。あ、そうなんだ。そうなんや。でもありがとう、ありがとうございます。始まったよ、始まったよ。 DTK さん深夜2時にバイト終えて4時に寝てマンションの大規模工事の音で9時に起きた。やばい、寝不足。寝不足やね。寝不足だよ、寝不足。森下エンジェンシーさんもね入ってくれてたんよね。あ、そうなんだ。森下エンジェンシーさんは学校は大丈夫なのかな。なんか学校はね朝だけ来れるみたいな。あ、そうなんだ。一瞬だけね。いつにゃんがね、工事の音アラームは嫌やわって。確かにね、工事嫌だね。工事嫌やね。はい、ということで、あ、1時20分までですって、ゆういちさんが。学校、今から学校で自転車で行かないといけないかなって。あ、気をつけて行ってください。もうちょっと楽しんでから行ってください。ギリギリまでね。ね。あと心こもってないよな。ね、もう遅刻はしないように。遅刻はしないようにね。はい。はい、ということでですね、今日は、なん
新鮮になって初めて俳優のゲストさんがいらしております。おお、ということでお呼びしましょうか。はい、ではデブ、ハゲ、イケメンの3人トリオの皆さんです。おお、どうもデブです。デブです。ハゲです。イケメンですとは言わないんだって。イケメンです。イケメンです。イケメンです。イケメンだ。あの見て見て、すごい追いやられてるから。すごい熱い熱い。重ね重ねてということで、はい、はい、初めて新生一発目のゲストです。ゲストさん初めてなんです。光栄ですね。はい、記念すべき記念すべき一発目なので、一緒に盛り上げていっていただければ、はい、嬉しいなと。これ生ですもんね。生ですよ。もうがっつり生です。お、このタイミングで新しくチャッターさんが入ってきていただきました。レオランさん、こんにちは。こんにちは。ごめんなさい、名前が今聞き取れなかった。レオランさん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 、ありがとうございます。すげえよ。チャリ通大変だとか言っていただいておりますが、うわすごい、まあでもね、健康的で、ね、いいんじゃないですか。そうですよね、ちょっとチャリ通された方がね。まずね、あのね、いつにゃんがみんな眉毛リリシー、みんな眉毛が眉毛リリシーと、それは褒めてるんですかね。褒めてる。寂しいとこ。寂しくないわ。無期ですから。寂しくない、全然。なんも寂しいことない。これでも1時間番組ですよね。1時間です。まあ、多分1時間だったら大丈夫ですけど、夕方だったらちょっと入ってくる。そう、髪型変わっちゃいますから。えぇーって嘘に決まってるでしょ。青バージョン。青今日はね、照明がね、すごい当たりますよね。いい感じで。はい、人口密度高くなったなと DTK さんも言っていただいて。全然大丈夫です。全然大丈夫です。パワーがね、あるんで。はい、じゃあまず皆さんぜひ自己紹介をしていただきたいんですけど。はい。はい。じゃあまずはデブからいきますかね。デブから。はい。デブはリアル西郷とのこと、池原健と申しまーす。おはようございます。本当に西郷さんふっくりですよね。すごいでしょ。すごい。浴衣着られてるんですけど、自分で着てるんですよ。すごくないですか。自分で着てるんです。自分で着てる、帯とか。ああ、帯を巻けるのすごくないです。なんで真面目になるとこなんで。負けるな。そう、俺も負けるな。でも俳優さんは大体やれるんですよ。あ、そうなんですか。あ、ごめんなさい、私できないんです。ごめんなさい、すいません。はい、じゃあ次、ハゲ。じゃあハゲの方で、はい、松田幸太郎です。よろしくお願いします。おー、幸太郎さん。幸太郎さんだけにしっかり。そう、いやでも感じは違う。そう、好き太郎。そう、これ横に噛むと女子太郎に見えますからね。確かに。覚えやすいでしょ。ほんとだ。覚えやすい。あの、ね、名前の漢字がかっこいい。おー、ね、おー、勇ましいでしょ。で、あの、DTK さんに、池原さん、どっかの親方ですか。あ、相撲部屋のね。わかるわかる。それもよう言われるんですよ。そう、よう言われるんですよ。でも絶対1回お会いしたら忘れないですよね。いや、ありがたい。忘れないでしょ。いや、忘れないですよ。俺も。ありがとうございます。濃い、濃いですね。じゃあ、イケメンさん。イケメン担当者。私、堤高弘と申します。ジーうまっ。ジーうまっ。ジーからのイケメンさが伝わるという。すごい。太くしてみた、ちょっと習字、あの、筆みたいにちょっと。なるほど。素晴らしい。ちょっと負けてられへんわ、私が。うちは、ジーマさんの。この上に後ろに書いてあるのもね。すげえ、すごい。おじいさんが書いてくれた。はい、そう、私がやりました。沖縄って感じすごいね。ピンポイント。沖縄って難しくない？なんか、ちょっとすごい、ごめんなさい、あの今、あの沖縄映してる時にここの頭が、ちょうどこれも日の出みたいになってる。いやいや、それもカメラワークだからね。そしてこのタイミングでありがとうございます。ひとみに抱かれてさー。こんにちは。こんにちは。ひとみに抱かれて。まだね、うま、日本を感じるといつね。お、ありがとうございます。下の方は何を書かれてる？あ、これね、一応なんか自分のブログのタイトル。あー、へー。どんどん言っちゃってください。あの、え、いぶし、ごめん、堤高弘道中日記というのが、すごい。アメブロの方で、
ありますので、よかったらかっこいい、はい、かっこいいです、ね、絶対うち似合わんよね。いぶしごめんみたいな、絶対似合わんよ、道中日記だもんね。道中日記でもなんか皆さんこうしっかり和な感じを醸し出してますもんね。西郷さんだし、まあ、日の出さんだし、ね、日の出さんだし、日の出さんだし、そうだ、沖縄より頭が気になった西郷さんです。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、本日はね、こちら の, あのお三方、はい、あの素敵な役者さんを連れてあの1時間お送りしたいなと思っておりますので、皆様、はい、じゃんじゃんご参加よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ということで、なんか私たち一発目、はい、あの新しいコーナーを持ってきたというか、なんですよね、はい、隊長、はい、そうなんです。新しいコーナー、新生雷始まって4月から始まったんですよ。お、今日まだ放送が4回目、そう、ね、新生になって4回目、新生になってから4回目で、どんどん新しい企画を今やってるんですが、はい、今日もですね、新しい企画一発目です。お、はい、職業体験。おお、いい、この年になって、なんかちっちゃい時やりたかった職業とかってなんかあったりします？うん、まあ、僕はプロ野球選手、おー、ずっと野球をやってたので、まあ、あのポジションは想像通りですけど、キャッチャー。もうね、小学校1年の時初めてずーっとキャッチャー。高校3年まで。すごい。高校まで。でもキャッチャー一番頭いいですよね。あ、そうですよ。指揮官、指揮官、指揮取らなきゃいけない。私ソフトボールやってたんですよ。うん、ショートです。おお、一番花形ね、国体選手。あ、そうです、マジで、はい、国体強化選手です。すごっ、すげえ。割とすごいタイプなんです。割とすごいタイプって、すごい。自分でね、自分で言わなきゃ誰も褒めてくれない。すごいすごい。そうなんですよ。でもまあ俳優さんとかやられてたら、いろんな職業をこう演じたりするじゃないですか。確かに。で、まあ、何やってるかわからないとか、まあ、名前は知ってるけどどういうことをやってるのかなっていう職業とかをね、いろいろ調査できたらなと思って、まあ、新しくこの企画を始めたわけなんですけれども、うん、今回1回目は誰が行ってきてくれたのかな。はい、顧問直々に行ったよ。行ってきたよ。あのね、結構大変やったんですけど、すごい楽しくて、本当はこれ V、 あのとりあえず今回、うん、10分ぐらいのね、そうですね、分になってるんです。長っ。お前ふざけんなよ。釣れないじゃないですか。あ、この10分で、いけお前がいけ。この10分の間に多分この子ね、絶対休むから。あ、お腹すいたって絶対言うから。そう、でも今回あの初めて木こりさん、木こり、はい、木こりって何か皆さんご存知ですか？木切る人でしょ。ああ、そうですよね。まあそうですよね。いろいろ、そこはボケない。木こりってなかなかいなくないですか？そう、俺それも合ってるかも分かんない、私今。そうなんですよ。あの木こりっていう単語は分かってても、実際に細かくどういう仕事をしてるのかっていうのはちょっと私も分からなかったので、うんうんうん、一緒にあの、まあ、隊長とね、はい、一緒にロケに初出陣してきました。分かってるね。そう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 。山の中でしょ、だって。山の中です。ね、すごい。そうです。山の中まで行ってきました。ゆういちさんがね、そう、20分までっていう話だったんで、V の途中で抜けるよみたいな。あら、学校に。あ、そう、学校なんですよ。学校に自転車でね、行かれるそうなんですが、あのアーカイブでしっかり残るんで、ぜひとも見ていただきたいと思います。はい、で今回ですね、この職業体験一発目ということで、スペシャル版。おお、スペシャル版です。今週の金曜日に後編をやって、今は前編を流します。はい、はい、あのもうギュギュよね、ギュギュ、もうどこを切っていいかわからないくらいのすごいいい話をたくさん聞けちゃって、楽しみ。そうなんですよ。あ、でもあんまりハードル上げないでもらって。もうすごいいいのが取れました。ま、真面目にやったから、あのそこはね、多めに楽しみ。はい、嬉しい、面白そう。はい、じゃあしおちゃんお願いします。はい、はい、あ、私自分で分析する。はい、わかりました。では、第1弾職業体験レポート、どうぞ。気持ちいい。
あ、始まっちゃってる、もうびっくりということで、なんとなんと新コーナーでございます。雷調査隊職業体験、パフ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 。はい、まず一個言わせて。私雷調査隊の顧問なので、ちょっとごめんな、カメラカメラ回してるの隊長こんにちはね、よくよく考えて、おかしくない？お前ら何してんの？他の隊員のメンバー、うちら上の人らに動かす、はあ、レベルの違い見せてあげるわ。ということで、これ流しましょうね流そうねはい、ということで、我々今来ておりますところが静岡県富士宮市でございます。静岡県、まあ、あの有名な富士山があるところですね。はい、そちら静岡県富士宮市にございます。こちらドドン、ふもとっぱらさんに来ております。はい、ということで、こちらでは何が行われてるかと申しますと、皆さん木こりさんってわかります？これってさんつけんのかな、勝手に言っちゃった。あ、うん、オッケーオッケーオッケー。そう、木こりさんってこう聞いたことはあると思うんですが、実際に何をしているのかっていうのはクエスチョンな方とても多いと思います。いろんな話を聞こうと素敵な方をお呼びしております。ではお呼びさせていただきます、どうぞ。はい、ということで、こちら、ふもとっぱらさんに勤められてますっていう言い方で大丈夫なんですかね。はい、ニーツさんでございます。はい、ニーツです、よろしくお願いします。パフパフパフということで、本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん多分きっと結局木こりさんって何なんだろうって思われてる方がいると思うんですが、はい、実際やられてることってどういうことをされてるんですか？はい、そうですね、木こりの仕事、多分みんながイメージしている木を切るっていう仕事は、はいはい、正解なんですけども、木を切るだけじゃなくて、あの森のことを、管理整備していくっていうのが主な仕事です。へえ、それはもう年中やられてることなんですか？そうですね、木を切るっていう仕事は冬の時期が一番メインになるんですけども、はい、それ以外にも木を切るだけじゃないので、まあ、年間を通じて山の仕事っていうのは続けられてます。あ、そういうのを今日はちょっとやらせて、はい、見せていただいたりとか、はい、あんまり重労働はちょっとあんまり不得意なので、はい、こんなん言ったらこんなん言ったら、はい、優しくしていただき、はい、怖え、まあ、そういうふもとっぱらさんで木こりを調査、林業という形でいいですかね、はい、山のお仕事を調査させていただくんです。なんと素敵なところが見えるんですよね。はい、ここは、日本でも一番有名な富士山がドドンと見える場所です。素晴らしい。今多分ね、画像がちょっとリンクで貼られてると思います、はい、しかも3月、10月、はい、3月と10月には、富士山から、富士山のてっぺんから太陽が昇るダイヤモンド、こういう感じですね、こういう感じですね、はいはい、ということで、本日はそんなふもとっぱらさん、ニーツさんにご指導いただき、職業体験させていただきます。どうもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では行っちゃいましょう。あ、ジャンプしましょうか。はい、せーの、ほいほい、はい、行きました。あの、ね、ごめん、カメラ向こう回してもらっていいや、一回一旦向こう見て、はい、全然これ道具、はい、これから使われるやつですか？そうですね、これが基本的に山で使う、林業の仕事道具ですね。カメラマンの隊長がね、普通に13日の金曜日ってもう世代感じるものをね言われてるんですが、これ今日は全部はい、うちの顧問が持って山に入るんでしょうか？そうですね、そこまで行けるといいですねすごい、ちょっと頑張ろっか頑張るぞ。やらしい話、これ高いですか？十数万。
落とさないで。あんまり持ちたくなくなってきたんですけど。落とさないでね。一気にあの力入りました。ね、こちら林の方もなんか変わってきましたね。さっきの場所と。はい、そうですね。さっきのところとこうちょっと木の高さが変わってきたんですね。はい。種類が違うってことですか。種類は同じなんですけど、あの木の年齢が違う。やっぱ高い方が、はい。お年を召されてると。はい、お年召されてます。すげえ。ここまで、はい、これ杉ですか。あ、よくご存知で、ヒノキです。適当に言ったらこうなんねんで、ほんま知ったかやめときや、みんな。ヒノキは、はい、ここまでで、はい、だいたい何年。ここまででだいたい20年から25年ぐらいですね。やだ、まだ年上やで、私の方が。冬っぽい感じはしますよね。はい、そうですね。でもこっち見ると春って感じが。なんか森を色で楽しむってなかなか、うんうんうん、ね、斬新というか、今までこう山とか行っても気にならなかったっていうか、それこそ紅葉とか、はい、そういうのばっかりに目が行きがちでしたけど、はい、森の中にずっといると、五感で森が楽しめる。ちょっと、すごいね。素敵すぎる。五感で。もちろん毎日見るこの光景も、日によってこの時期はすごい変わってくる。で、昨日までなかったつぼみがついているとか、はい、昨日までなかった草が生えているとか。すごい。で、耳澄ませば、鳥の声とか葉っぱが揺らぐ音とか。そっか。その、はい、切る木切らない木っていうのは、はい、それこそその、 あの言われてますよね、光の加減とか、はい、もうそうですけど、うん、判断が全く分かんないんですけど、私たち、はい、素人にすると。そうですね、この辺だと、うん、まあ、第一には切らないといけない木っていうのは枯れた木。ああ、まあ、自然とあの光が当たらなくなったり、はい、もしくはなんか虫なんかが入ったりしてしまって枯れてしまっている木があるんですね。で、そういうものは、まあ後で人が入った時に知らないで触った時に折れてしまったら危険なので、はい、結構カスカスになっちゃうってことですか。これなんかちょっと原因が何かわからないんですけども、木の幹に割れが入っちゃってるんですね。はいはい。なのでこれを例えば切った時の断面は綺麗なまん丸じゃなくて、ここの分だけちょっと形がいびつになってしまっている。はあ、はい、つまりこれが製材されて柱になる時にあまり見た目も良くないし。ああ、はい、そういうことですね、はい、でこういうものがあったり、あ、これですね。こっち側の木、これはおそらく皮がめくれてしまっているので、はい、ある野生動物に食べられちゃってる。あ、え、この木自体を。はい、この木の皮の部分ですね。食べるんですか。食べるんですよ。知ってたそれ。そうなんだ。はい。で、その野生動物が食べたことによって皮がめくれてしまうと、あの木って皮の内側のところで成長しているんで、はい、あのそこが成長できなくなってまたいびつな形になっちゃう。はあ。で、ここはずっと、なんでしょう、なんて言ったらいいのかな、栄養がここは通らなくなってしまうので、これがどん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 めくられていくと、この木は枯れていっちゃうんです。すっごい面白い。でもこれでも、はい、ずっとそれこそ何年も育ってる木ですもんね、うん、そうですね。ここら辺の太さだと、これもヒノキなのでだいたい人間でいうと中学生ぐらいですかね。あら、ズビーぐらいね。あ、メンバーなんですね。あ、はい、なんでしょう、環境教育をやってたんです、ここに来る前に。あ、なるほど。で、子供たちの自然体験の中で、あの森の中での体験だったり、そういったこともやってたんで。素晴らしい。でも子供いいですよね、触れ合うのは、はい、子供が森の中で入るとすごい楽しそうに遊ぶんです
うちの子供たちすごそう。で森の中にいると何も遊び道具がいらないんですよ。で子供たちが足元にあるものとか目の前にあるものでどん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 遊びを作っていくんで、見つけていくんだ。なんで何も与えることがいらないんです。あのね、すげえなって言いつつ徐々にあの肉体労働が来るんじゃないかってこうビビってる私がいます。いつ怖いと思いながら。じゃあ切りましょうか。おお、よし。よし。はい。いじってる。まずすみません。V を流してる間にありがとうございます。はい、近子高野さん。近子高野さん、こんにちは。ね、あ、ここやってんで、ここへチャリ通しますって言って、抜けていっていただきましたが、ここでそんな遅い時間から始まるの？部活とか？まあまあ。何がゆいちさんがね、学校行く前に愛知県の名古屋、曇りありがとうございます。ます、学校始まってもう1週間、あと3週間でオリエンテーション合宿がありますと、もしかしたらそんなに1年生か。あ、そういうことですね。見れないかもしれないけど、ちゃんと赤いといいますよ、よろしくお願いします。素晴らしい青春だね。どうでしたかね、氷さん。はい、1回目お兄さん、マジで優しい。めっちゃいい人やった。めっちゃ優しかった。キコリさんね。キコリさん。キコリさん。てか、なんすか、なんか他の台何やってんだぐらいな感じでも。いや、ちょっといいですか、いいですか。あのね、その前にね、ちょっとこれはボツになりそうな V をね、この子は取ってきてるわけよ。ひどいよ。ボツに、ボツですよね。ボツです。ボツになった。お蔵入り。この子自分のテンションだけで。みたいな V が違う、伝わってきた。何が押したの。押したの。押したの。いなくなってびっくりした。そう、喋ってたのに。まださんが今日はピッコロタイマーだから生まないでいい。それもあったからね、ああいう発言をしたんよ。そうですよ、私頑張って新コーナーをね、他の新コーナーを作って V を撮ってきたんですけど、ボツになりました。誰よりも早く新コーナーを作って、一番最初に予言したのにボツになったんですよ。それ言ってみよう。ちなみにどこ行ったの？何でしたっけ？まあ、忘れたんだ。もうこのレベルだったんだね。それはね、オープニングちょっと初。美味しかった。なんかいつにはすごいね、詳しい。書いてる間もね、チャッターさんがね、いろいろ書いていただいてたんですが、まず、DTK さんがね、大阪人がね、値段聞いて表現変わると。チェーンソー10万そうね、とか言われると、もうなんか、しんちゃんが細いから落とすんじゃないかと思って怖くなっちゃって、やめてやめてって。持たれたことあります？チェーンソー。ないですね、多分ないですよね、なかなか持たないです。結構重いですよね。結構重いんですよ。チェーンソー10万って安いの高いの？分かんない。どっちのリアクションと、そのぐらいちょっと遠いよね。ああ、そう。なかなかね、分かんないけども、10万円自体が大きいかなと思って持つのが怖かったなということなんですが、ひとみにたかりけさん、はい、木材建築が最近減って木材売れないんだよなと。いろんな話も、あの後もね、いろんな話もしていただいてたんですが、はい、本当はギュッて早送りしてるところもすごい話をたくさんしていただいてたんですよ。だからそれは別でね、何か皆さんにちゃんとお届けしたいなとは思っております。はい、はい、なんかこう文章にまとめてもらってね。そうですね、やられました。まあ、一応前編後編終わった後にノーカット版ということで YouTube にアップしようかとは思ってます、はい、ただね、ノーカットにすると1時間もうちょっとあるかな。なので、まあ、それもさらにちょっとね、まとめて
アップにはなると思うんですけど、すごくいい話たくさんしてるんでね、もったいないので、雷調査隊っぽくなかったよね、本当なんかちょっとね、NHK 教育の空気が学校で見るやつ、ね、そうですね、学校で授業で見るやつだった、そう、そこ狙ったの、そう、強かったと思う、売り込もうよ、そうだね、学校に打ったら、あ、そういう感じで行っちゃう、学校に学校に NHK じゃなくて NHK じゃなくて直接ね、まあ、第1弾としてあの前編をね、はい、お送りしましたが、今週の金曜日にはこの後半、ね、実際気を切って、うん、私挑戦しました、はい、ちゃんと下敷きになりましたちょっと待って顔出てるもうすごいこと言うよねなんか悪いよなんか悪いよ今週の金曜の分もぜひとも、あの、まあ、生放送で、ね、ご覧いただけてない方もおられるかもしれませんが、まあ、きっとアーカイブで今見ていただいている方も絶対いると思いますので、あの金曜日ぜひとも楽しみにしててください、ご飯、はい、ご飯楽しみにしててください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、はい、会長、はい、ゲストさんは今日お体調治ってんじゃん、なにそう、カタさんがね、言われてるんですよ、知らなくなってるで、逆隊長早く言ってよあ、俺わざとかなと思って、いや俺もなんか、早く言ってください、そういうことはいつにゃんがね、いい話で雷調査隊っぽくないはダメだろうってせいね、まあまあまあ、これからね、これからまあまあ上がってきますから、はい、そうですね、あのゲストさんは何しに来られたんですか、そういう質問何しに来たのみたいな、まあ、なんでいるのかな、なんでいるのかな、今日はね、舞台の告知に、ああ、はい、来ました、やばいね、やられてるんだ、そうです、じゃあぜひ、はい、これ文字にしましたから、はい、はい、あ、文字にね、起こしてちょっと、はい、じゃあ、チラシも、そうですね、はい、じゃあこれを読んでください、舞台夢夢この字、5月1日から5月4日まで恵比寿エコー劇場、詳しくはクレイジーフォクシー B のホームページ、まあ、夢夢この字で検索してもらったら出るんで、そうですね、バンちょっと待ってください、ちょっと待ってください、出演者の方で工藤真由さんって、おー知ってる、あのプリキュア、そう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 、プリキュアだよ、私もプリキュアを歌ってて、先輩なんですよ工藤さん、マジで、はい、びっくりしました、ちょっと今リアルに知ったってこと、あのこの舞台の告知を、うん、あのされてるのを見てまして、あ、本当に、はい、話題になってるね、この舞台、びっくりしました、もう大話題ですね、巷で話題の夢夢この字、この字だった、まゆちゃん、まゆちゃんね、はい、そうそう、ちなみにどういう作品なんですか、言っちゃう、夢夢この字さん、まあ、舞台はあの幕末です、なので坂本龍馬や西郷隆盛や、あの桂小五郎などが活躍した、まあ、最後のね、あ、最後のね、それは、まあ、坂本龍馬ね、あああこの反応のさ、あのこっちは織田武道ですわかるかな、わかんないから、わかんないから、もう消えてだいぶ経つからね、俺もなんで織田武道が出てきたかわかんないですけどねポンって出てきた、あの中岡慎太郎です、そうなんです、はい、はい、実在の、まあ、人物プラス、はい、まあ、あのその京都の、ね、遊郭での、まあ、読みますお話、フィクション、はい、あるから、はい、遊郭、そうなんです、遊郭、そうですね、あのその遊郭で働いている女性のことを夢っていう、まあまあ、まあ、夢を与えるみたいなところがあって、はい、あ、それで夢夢この字です、お、おお、そうそう、さすがセンスがいいじゃないですか、だからざっくり言うと、要はあの坂本龍馬とか男の人たちが時代を動かしていったけど、その裏にはその女性がいて、その女性の助けがあったりとかいろいろあって、男性陣は頑張ったんだよみたいな、日本は女性が支えてるんだよっていう、いい話ですね、そういう話ですね、ちょっと待って、話変わってるかもしれないそう、まあ、あのすごくあの笑えるところもすごかった、そうね、でもあり、そうですね、9割型コメディですね、あ、え、そう、いやでも面白いですよね、これでもすごいロマンっていうか、その、うん、ラブストーリーが全編こう通してこう、うん、テーマとしてはあって、うん、そう、やっぱり幕末なんで、あのそういう、
まあ、儚く散っていく人もいれば、うん、すごいいろんなことが詰まった、うん、すごい ね、面白い作品なんで、そうですよね、これは本当にぜひとも見に来ていただきたいと、そうですね、劇場で、これ面白いですよね。なんか実際にいた方を演じるってすごい大変じゃないですか、うん、まあなんかもう書かれてありますからね、過去にこういうことしたみたいなのね、でもまあでも幕末結構やってる人が多いので、うん、そのまま行くよりはやっぱり自分たちなりに解釈をして、で結構、うん、はい、歴史ってね変わるんですよね、実は、過去なんか今なんだっけ、泣くヨウグイスが変わったりとか、平安ね、解明されて、いろいろ調べていくと実は違うみたいなこともあったりとかするので、まあファンタジーですよね、そうね、ある意味ね、そうそうそう。このタイミングで新しくチャット調査隊員の方が入ってきていただきます。ありがとうございます。あ、大丈夫かな、あ、戻ってきていただいたんだ、ありがとうございます。ね、いつにがウハウハーってゆういちさんが何ウハウハ、 今チャリナウ、あ、ゆういちさん、あ、見てくれてる、気をつけて、それは危ないよ、しながら運転、しながら運転、しながら運転、俺危ないの、これなんて読むの、いつにゃ、ゆうりん、遊郭、遊郭だけど、あ、遊郭、あ、待って待って、遊郭、可愛くなっちゃった、遊林、ひとみに抱かれてさん、ソーティー、どういうこと、ソーティーとかじゃ、ソーティー、ソーティー、ソーティー、ムーティー、なんか紅茶の種類かな、ソーティーみたいな、まあ、ほんとちょっと調査隊員の皆さんも何か質問あれば、はい、あ、そうですね、受け付けますんで、じゃんじゃん入ってきていただきたいなと。皆さんおいくつなんですか？聞いちゃいます？わかんない、わかんない、年齢不詳さ、まあ、たぶん僕が一番上なんですよね、僕39になります。ちょっとごめんなさい。え、どっち、それは若いと思ったの？いや、違う、あ、そう、もっと若いと思ってたし、こんなデブデブ言っちゃってね、年齢の方に、まあね、おデブにします、変わらんと思うつけてね、全然変わらん、いいよいいよ、ふやまわって、でも39歳見えない、全然見えないです、まあね、頭丸めたら余計ね、なんかちょっと若くなる、そうですね、もともと長かったんですか？もともと長かったです、役作りのために、そうです、へぇ、はい、上野の西郷さん見に行ってね、へぇ、まだ上野になって、そう、短いな、これかっつって、でもあれって顔違うんですよね、そう、本当じゃない、全然違うんですよ、ね、全然、親戚のおじさんらしいですね、そう、なんか西郷さん、親戚のおじさんなんですね、あの銅像の顔って、あれ、ハチ公連れてる西郷さんですっけ、あれ、ハチ公じゃないですよ、ハチ公は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 、ハチ公だ、ハチ公は主人を待ってた、そうだ、あれは最後の、いましたよね、今日渋谷の、そう、最近ハチ公の話だから普通になんか自然に思ってたけど、あ、違うね、違う、別の話、恥ずかしい、すごいね、いつにゃんがね、優しい、素敵と、ね、ほんと、優しさ満点です、間違いない。では、年齢は30歳です。お、同い年ですね、じゃあ。同い年です。同い年ですね。え？30です。え？本当に30です。え？いや、すごい。あれ先輩です。そうなんだ。すげえ。なんか、すごいよね。ちょっと待って、どういうこと？バカにしてるでしょ。バカにしてます、ちょっと降格って言います、これ以上やめてください、おいくつですか？僕33です。そうだよ、でもやっぱ俳優さんやられてる方ってこう見られる機会が多いから皆さん若いですよね。確かにね、まあね、言われますね、一般のこうサラリーマンの方とかってやっぱりちょっとね、くたびれてる、くたびれてる方も多いかも、大変だもん、大変です、毎朝8時起きて出勤してね、満員電車にもまれ、そう、行きも帰りももう込み込みでしょ、サラリーマンの話になってるから、日本を支えてくれてる、そうそうそう、そうそうそう、本当そうですよ、一番、え、いつにはどなたが一番タイプって言われてるんですよ、
誰に聞いてんの、うん、どこに、じゃあ一番タイプって別に、ああ、あ、池さんがね、あ、はい、時間的に、そう、タイミング的に、ね、あ、でもズレがあって俺かもしれない、そうそうそう、かもしれない、一言一言で俺に来てるまあでも選択肢としてはデブか、でもわざわざ西郷さんって来たから、あ、ほんと、ありがとうございます、そこは違うんですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、稽古はどうですか、順調ですか、そうですね、実は今日の朝まで稽古してたんで、あ、すごい、はい、朝まで、朝までやってました、朝までやってました、やってないよ、ちょっと叩きやすいポジショニングがね、いや、私思ったんですけど、え、皆さん関西の方ですか、よ、僕は大阪出身、あ、大阪で、で、僕は広島なんです、あ、へぇ、でもなんかちょっと関西っぽいイントネーションなんかでもちょこちょこ出てるなと、そう、始めた時にあの関西で学生をしてたので、へぇ、はい、それで、そうなんです、福岡、九州、九州、へぇ、みんなバラバラ、九州だ、まあ大体みんなバラバラでしょ、大体みんなバラバラでしょ、そう、的確に突っ込んですよね、そう、この子には突っ込みだなと思って、かわいそう、だって人見たらレオナーさんがね、LINE をもっと喋ってって、ああ、もっと言ってもいいんかね、もっと言っても、LINE が喋ると空気が止まるから、森下エンジェルシーさんが戻ってきていただいたから、おかえり、授業中よって、授業中、ね、授業中、そう、あのね、授業、ね、難しいなぁ、架空の人物です、すごいね、すごい、ほう、まあ、勉強にもなるんやけど、うん、授業も大事よ、ね、どっちも、女子校ね、女子校頑張ってね、どういうことになるんだ、すごい、ずしんってくるね、すごい、空気がボンってすごい、そうなんだよ、久々に森下 ADC さんがね、バレそうと、うん、あのイチニャンがね、張り替えタイムを受け継いでて、まあ、以前ね、イチニャンってあのメンバーあのメンバーなんですけど、すごいこう、真意となる空気を醸し出す女の子だったんです、すごいそういう空気作るのがうまいっていう、綺麗にね、引き継いでいただいて、ライオンタイムを頑張っていただきたいなと思います、1時間に1度渡ってライオンタイムバレそうって書いてある、大丈夫、授業中でしょ、授業中に NJC さん、大丈夫、アーカイブでもね、じっくり見てもらっても、まあ、まあ、バレても、先生、まあね、これみんなで見ましょうって言って、そうそうそう、それはいいよね、まあ、知ってます、夢夢この字って言ってもらえば、歴史の勉強してました、そうそう、言ってもらえれば、そうそう、いや、この舞台の見どころなど、はい、あの、あ、皆さんお一人様ずつお伺いできたらいいかなと思いますが、じゃあボスから、そうですね、まあちょっとチラシにも書いてあるんですけど、西郷隆盛なんですけど、すごい人物なんですけど、相撲取りに間違えられるんです、話の始まりが。話の物語が、そうなんです、で、お相撲さんとして遠吠えで生きるんですよ、そのお話の中では、西郷さんではなくて、へぇ、はい、で、そういうちょっとしたいろんな勘違いが、まあ、いろんなこうコメディ要素があって、うん、いろんな面白いところ、楽しいことになっていくんですけど、まあ、立ち回り回り。はい、どんどんみたいな、そうです、へぇー、四股踏むんですか、四股踏みます、へぇなので、なんか想像したままのがとりあえずこう展開されていくと思うんですけど、まあそこは 3D なんでね、うん、はい、面白くなると思います、うん、はい、そこが見どころですかね、あとこう飛び散る汗生ですから、生ですからね、飛び散る唾、はい、生で気持ちいいな、ではね、なるほど。なるほど。今聞くと本当になんかコメディもやっぱあの時代物って聞くとやっぱりちょっと硬いイメージがつきやすいですけど、全然ちょっと想像がつかないものだなって今思ったんですけど、うん、全く硬くないです。話はしっかりしてるけど、なんていうか全部がずれてるからちょっとずつ。だからそれがコメディなんですよね、結果ずれてる感じが、でも話は進んでるっていう、そう、え、違いますね、違うね、すげえそうだなって、まあ、あの、分かりやすく言うとあのアンジャッシュのコントみたいな感じ、あなるほどね、面白そう、すごい分かりやすかったです、はい、俺分かりにくいと俺分かりにくいと分かりにくいよ、なんだあえてね、うん、そう基本展開はそういう展開、イチニャンが、ね、見どころ言い始めたら止まったって言うから、一回ね、バレて戻ったら大
丈夫なんでね。あ、そういうことか。違う違う、俺たちがでしょ。あ、そういうこと。うん、バレてるバレてる。じゃあ、コウタロウさんは。え、うん、えって昨日の稽古の前に、セブンで、ご飯買って、さっきもセブンで俺ご飯買って、たまたま全く同じセットを買いました。なんだ今すごい真剣に俺真剣に聞いてもらうた真面目に話すわけないじゃん。見どころ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 。びっくりした、すごい自由にね。結構ね、あの自由な人が多いんですよ今回。あのキャストがね、まあ、いろんなところから集められて、すごい俺はキャスティングがすごい、ね、ずっとほらストーリーの話してたけど、キャスティングがすごいなんか俺は面白くて、なんかもうみんな本当にもういろんなところでなんかやってるような自由人が集まってるから、もうそこにね、化学反応がすごい面白くて、だからどのシーンも誰々の二人のシーンとかもみんなのシーンとかもあるけど、それぞれがもうなんかね面白いです。あ、どうですか。いいです、ね、いいと思います。ありがとうございます。なるほど、やがお。じゃあ、アーカイブの方では、あのセブンの話はちょっと聞きたい。ちょっと。話しましょう、そうですね。まあ、それお待たせしますよ。堤さん、はい、はい、そうですね、まあ、まあ、まあ、本当、幕末の、まあ、そういう歴史も絡んでたりとか、まあ、本当、堅苦しいイメージもあるかもしれないですけど、本当、全然そういうことなく、まあ、前編通しても、そのテーマとしては、まあ、ちょっとごめんなさい、ね、お前うるさいね、どれがね、見てくださいよ、見てくださいよ、もうね、今なんですけど、本当は見やすいですし、本当楽しい舞台ですね、うん、すごい、まあ、笑える、抽象的に、ね、ラブストーリーもあり、ちょっと活躍そう、まあ、最後に、まあ、本当、まあ、切ないところもあったりとか、そうですね、うん、そう。喜怒哀楽がすごく楽しめる感じ。そうですね、いろいろ楽しみ盛り込んで、うん、で衣装もまあ綺麗だね。そうですね、でも衣装も綺麗そうだな。でほら盾もね、盾もバッチリ。それさっき俺言うた言いました。汗は飛び散るって言ったけど、盾言ってない言ってない言ってない。いや全然俺もあんま聞いてないから。聞いてないから、あ、そうかなって思ってた。いやでもね、坂本龍馬なんですよ、つみくんね、やっぱね、いい芝居しおりますよね。そうですね。はい、名シーンね、名シーン、そう、暗殺されちゃうところ、そうそうそう、ね、はいはいはい、その辺りまでやります。私、共演したことはないんですけど、一方的につみさんの舞台を見たことがあるんですよ。おー、そうですね。はい、いや、すごい、ほんとすごいなって思ったんで。佐藤龍馬、そうなんですよ、だから龍馬で、おーって本当にワクワクしちゃいます。ぜひぜひね、はい、遊びに来ていただきたいと思います。そうですね、はい、こちらでいつ、はい、そうですね、もう一度、はい、日にち恵比寿レコード劇場で、ゴールデンウィークですね、5月1日から4日までやってます。まあ、詳しくはその夢この字で検索していただいたら、公式のホームページもありますので。今年のゴールデンウィークですよ、今年の来年の今年のどうすんの。一応でも分かんないですから、頑張ってます。ロングランかもしれない。2週間後ね、時間も言っときますか。時間はそうですね、はい、昼夜とかそういう感じです、はい、そうですね、大阪ざっくり全7公演ですね、ちょっと短いんですけど、うん、はい、ぜひぜひ。じゃあご予約の方はホームページの方から飛んでいただいたり、そうですね、はい、まあ、ブログとかそれぞれ役者がみんなブログやったりするんで、うん、そこから、はいはい、お手続きいただければと思います。はい、はい、はい、ます大丈夫ですかね。じゃあ改めてもう一回だけ、そのブログもね、検索しやすいようにお名前の方をね。あっ、あのね、お腹でずっとこすりすぎて。西郷隆盛をやります池原健と言います。はい、よろしくお願いします。はい、そして、中岡慎太郎をやります松田幸太郎です。よろしくお願いします。イエーイ。そして坂本龍馬やります堤貴弘です。お願いします。イエーイ。ということで、ぜひともご覧いただいている皆さん、友達とかにもね、みんなに声かけていただいたりとかしていただけるとすごく嬉しいなと思います。はい、お願いします。夢この字、はいはい、見に行ってください。はい、お願いします。はい、
ください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでお時間の方も来ました。はい、で、はい、次はですねライオンお願いします。おガオ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 、はい、皆さんじゃんじゃんじゃんライオンのお天気 NOW、 とりあえず参加しろよ。はい、この時間はじゃーん、日本中に広がれ神谷チャット調査員の調査員の皆様による今のお天気をねお知らせしてほしいなと、お天気を伝えようということで、県名と今のお天気と人何か添えてくれたら最後に自分が天気予報しますんでお願いします。まあ、じゃんじゃん書き込んでくれたら嬉しいです。はい、伝わりましたでしょうか。これ見たら私昇格できそうなんで、こちら何分まで、一応、2時までの1時間の放送にはなってますんで、はい、ぜひともこれを機に、あの、近く高野さんもね、うん、今現在いる場所とお天気を書き込んでください。はい、はいはい、よろしくお願いします。こちらのお名前、近子さんもね、福岡です。知ってますね。知ってますね。聞いたら、まだね、感想聞いてないんですけど。なんでこのネーム本名で入っちゃうの？慣れてないから、こういうの。はい、まだ完成してないんですけど、名前書いてあるのはチャッターさんの名前で、長野県とか色がついてないとこあるじゃないですか。うんうんうん、そこはまだチャッターさんがおられない県になってるんですね。ナンバーワンになれるじゃん、じゃあ。そうなんですよ、ナンバーワンになれるんですよ。ナンバーワン。長崎もいないですね。どんどん入ってください、ね、からあと9件チャッターさん入ってないんで、他は全部チャット調査隊員の方がいるところですね。いるところでもね、まだまだどんどん、はい、広げていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。では3ピースさん、ありがとうございます。東京大田区は晴れです。お、はい、22度です。気温まで、あったかい。その先にゆういちさんがね、その自転車でこう戻ってきてくれた時に、うん、あの愛知県また晴れてきたよって言ってくれてましたね。晴れに変わりますね。はい、晴れに変わりました。スリーピースさん、スリーピースさんになってたけど、ごめんね。やったお、ありがとうございます。このタイミングで油絵さん、こんにちは。油絵さん、ありがとうございます。で、ねすでに19分じゃんって思ったら自分の携帯の時間が進んでた。あ、そういうことね。そんなことあるよ。携帯の時計って進むの？進まないよね。ずれちゃった感じね。はい、あ、だから番組に遅刻して番組が始まったんだと思ったって。大丈夫です。1時スタートで始まったんで2時までになっております。はい、ぜひともお住まいの地域とか教えていただけると嬉しいなと思います、はい、でも今日本当ちょっと暑いですよね。暑いですね、今日上着着てこなかった、ね、私も着てこなかった、ね、でまたなんか週末かなんかちょっと、そうなんですよ、ね、聞いてください。あの週末私ちょっとバブルとまた撮影のね約束があるんですよ。バブル、あ、バブルです。バブルバブルと言います。あの撮影の約束をしたら週末の雲行きがちょっと怪しくなってきて、おー出た、雨女すごいんですよ、すごいんですよ、これやばいんじゃないかなと思って、ね、本当になんかもう企画していただいたものに行かせていただくんですけど、本当申し訳ない、本当申し訳ない。なんかでも実際ある種ここからだからマイナスイオンがバーって過ぎてこう雨が降るみたいな。マイナスイオンでマイナスオーラがこうバーって、あ、いやいや、オーラ違うんですよ。真逆ですから、マイナスイオンとマイナスオーラ、真逆ですから。オーライオンだったら OK ですよ。マイナスオーラとか嫌やろ。でも正解はマイナスオーラでしょ。正解マイナスオーラで。でもテンション上がると雨降るんだよね。そう、上がると出過ぎちゃうんですよ。マイナスオーラがね、遠足のパターン。遠足のね、ごめんなさい。会長、なんか言ってはるわ。瞳に抱かれてさ、はい、瞳の寝室、うん、晴れ時々涙でシーツが濡れてる。なんで涙なの？私の寝室晴れてる。私の寝室晴れてる。なんか瞳に抱かれてさ、私に抱かれたらしいんですけど、誰かわかんないです、いっぱい抱きすぎて。ちょっと DTK さん、あ、寝てますよ、今何してますって、ちょっと今時間言って、今のお天気のコーナーやから、なる、はい、まあ、うちこ、あ、ありがとうございます。近子高野さん、ありがとうございます。福岡市中央区、はい、晴れ、ありがとうございます。実家、実家、俺の方21度です。あれは晴れてますもん
京区俺の実家。すごい。中央区実家。実家実家。すごいね、でも21度なんだ、九州なんだ。鹿野鹿子さんじゃなかった。多分瞳に抱かれてさんも九州だと思うんですけど。あ、そうなんだ。鹿野…え、お名前なんでしたっけ。鹿野鹿子さん。違う、鹿子鹿子みたいな。鹿子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 。いいじゃん、いいじゃん、天然の僕で。天然のね、こういうことだよ。なんで本名使うの。こういうことだから。鬼の家さん、こんばんは。あ、こんにちは。ちなみに鬼の家さんも福岡県。おお、ハレート、ありがとうございます。そしてレオランさん、どんどんいっちゃいますよ。神奈川県西部、晴れ、今日は外に出てないけど部屋の中も暖かいです。これからお昼食べて駅に定期買いに行きます。おお、いってらっしゃい。いいですね。はい、ということでレオランさん、こんな感じですか、こんな感じですかね。もし今ただ、打ち込んでますっていう方がおられましたら、そのまま打ち込んじゃっていただいたら OK なんで読みますんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ第4行く。はい、行っちゃう。うん、いいよ。ね、これ、西の方の福岡が晴れている、晴れています。あ、ごめん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 、入ってきてくれてありがとう。2019-2023 兵庫県神戸市が晴れ。お、ありがとう。お、はい、日向ぼっこには最適な暖かさですと。兵庫県神戸市が晴れ。いいって言ってた。はい。あの、ちかぽさんが、あの、舞台頑張ってください。頑張ります。ちかぽさん、ありがとう。ありがとうございます。ちかぽさん、いつ来られるんかね。ね、いつ来られるんかね。はい、じゃあ何を。はい、お願いします。お願いします。ね、西の方、九州の方が晴れていまして、日本全国晴れてますね。でもね、先ほどゆういちさんが愛知県が曇りって言ったので、もしかしたら天気が崩れるかも。そして今週の週末にはなんと雨女が関東に出没するので、関東にいる、もしかしたらちょっと天気が崩れるかもしれないということで、まあ、週末まで、洗濯物干しましょう。以上です。今のお天気なおでした。バイバイ。週末まで洗濯物干しましょう。そうやな、ずっと干しっぱ、洗濯物。ということでゲストさん、はい、そして新生一発目の、一発目のゲストさん、はい、いかがでしたか。いただきましたけれども、こんなんなんですよ、髪の毛。いや、面白い面白い、ほんとにうますぎてね。面白かった。喋り足らない、ね、そうですね。やっと温まってきましたよ。待って、ぜひ来てくださいよ。はい、面白い。ぜひぜひ。そうだけど番組向いてる。面白い。すごい良かったです。もうネタに困ったらね、呼んでいただいて。まあ来たらネタに困ったと思ってください。そういうことだった。呼びにくいんですよ。そうということで、メンバーの方からも告知がございます。はい、言っちゃって。はい、私ですね、4月の21日かなにライブがございます。そしてそしてですね、明日同じ TV ライブオンラインさんで放送されています、井出隊長の今3時そうね大体ねという番組に出させていただきます。明日と来週を出させていただきますので、ぜひぜひ皆さんそちらでもお会いいたしましょう。よろしくお願いします。はい、私からもいいですか。はい、はい、山本慎一、おしんも、今月末舞台の方出演が決まっております。舞台、夢夢語るなかれという舞台です。はい、そうなんですよね。はい、まあ、私もちょっと時代劇っぽい、はい、タイムスリップするみたいな、そういう感じなんですが、なんとなんと夢夢この字に、うん、あの出演されている田中涼子さん、うん、はい、一緒なんです。そうね、その1週間前に私たちの一緒に共演をした。じゃあ初舞台の練習に。そうなんです。両方ですね。すげえ。はい、なので、でも話を聞くと多分全然違う感じの時代背景というか、2つなんていうの、話はまた違う感じなので、両方とも見ていただけると嬉しいなと思います。はい、日暮里 D 倉庫というところで、25日から27日3日間公演させていただきますので、詳しくはブログの方でよろしくお願いします。ああいうことは夢夢だね。夢夢ですね。ねえ、すごい。すごいな。夢夢語るなかれや。あれ？語るなかれ。語るなかれ。ちょっとだけっぱなしっぽい。語るや。語るや。はい。じゃあ、今日の10秒調査はどうするんですか。どうしようかなと。いつもね、ここからエンディング映像を流します。はい、その後10秒間だけ。生放送に切り替えて、まあ、謎々したり早口したりっていうのをしてたんですが、
せっかくなので隊長ゲストさんに何か、そうですね、ゲストさんになんか即興で演技をしてもらおうかなと思ってます。10秒10秒間で即興何がいいですかね。しかも10秒で立ったらブチって切れます。ブチって切れます。あの何も言いません。5、4とか合図もしません。あの体感で体感で10秒ぐらいを考えて何がいいかな。演技って演技って何の何、あ、じゃあ10秒で、あの3トリオ漫才してもらいます。10秒漫才あ、いけそうですね。いけそうです、はい、10秒漫才してもらいます。はい、はい、ということなので、まあ、エンディング映像の後の10秒間も10秒調査も必ずチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。本日はね、夢浩二さん、はい、夢浩二さん、夢浩二名前じゃ誰か、舞台ゆめゆめこのじさんに出演される俳優の皆さんに言っていただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんぜひね、ゆめゆめこのじさんホームページもチェックしてみてください。はい、はい、本日も1時間ありがとうございました。ありがとうございました。また金曜日の7時からお会いしましょう。はい、雷調査隊でした。バイバーイ。明日の天気予報の方お願いします。はい、では明日の天気は晴れるでしょう。